タコブネは、軟体動物門の等速綱タコ目、青以外科に属するタコの一種。別名船ダコ。タコブネのメス、太平洋及び日本海の段階域に分布する。同様の殻を生成する近煙種としては、青以外や縮みタコブネがよく知られている。タコブネのメスが生成する貝殻は、他の生物が住みかとして再利用することがあり、また、 繊細で美しいフォルムを有することから、工芸品のように扱われたり、アンモナイトの化石のように収集趣味の対象になっている。タコブネは種として海洋の表層で生活する。メスは第一腕から分泌する物質で卵を保護するために殻を作るのに対し、オスは殻を作らない。生成される殻は、オウムガイやアンモナイトに類似したものであるが、該当膜からではなく、 特殊化した腕から分泌されるものであるため、これらとは、相動ではなく、構造も異なる。食性は、タコと同様に苦食性であり、稚魚や甲殻類を食べる。通常は海中を浮遊するが、取り込んだ海水を噴射することによって、海中を前進することもできる。成長したメスは、7ないし8センチメートル前後になる。オスは、その20分の一ほどの大きさにしかならない。 オスは8本の足の他に、交接腕を有し、交接腕には性能が格納されている。交尾は、オスの交接腕がメスの体内に挿入された後切断される形で行われ、女性はメスの体内で行われる。メスは、貝殻の内側に卵を棒状に産み付け、新鮮な海水を送り込むなどして、これを保護する。普通のタコのように食用可能であり、 味もそれほど変わらないと言われる。ただし、体が小さく、水産上の重要種ではなく、数多く採集されることは滅多にないので、市場に出回ることはほとんどない。ただしタコブネの殻は珍しいので、貝殻コレクターには憧れの品となっている。ありがとうございます。